治物語母木木光源氏素晴らしい名で青春を盛り上げてできたような人が思われる自然奔放な公職生活が想像されるしかし実際はそれよりもずっと地味な心持ちの青年であったその上恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと異性との交渉を随分内輪にしていたのであるがここに書くようなことが伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ自重して真面目な風の源氏は恋愛風流などには遠かった公職小説の中の片野の少々などには笑われていただろうと思われる中将時代には主に宮中の殿居所に暮らして時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたがこの人は世間にざらにあるような公職男の生活は嫌いであった稀には風変わりな恋をしてたやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点があった梅雨の頃帝のご謹慎日が幾日かあって謹慎は家へも帰らずに皆殿居するこんな日が続いて例の通りに源氏の御所住まいが長くなった大臣家ではこうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたがやはり衣服その他贅沢を尽くした新調品を御所の桐壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ左大臣の子息たちは宮中の御用をするよりも源氏の殿居所への務めの方が大事な風だったそのうちでも宮様原の中将は最も源氏と親しくなっていて遊戯をするのも何をするにも他の者の及ばない信仰ぶりを見せた大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人も嫌いで恋の遊びの方が好きだった結婚した男は誰も妻の家で生活するがこの人はまだ親の家の方に立派に飾った居間や書斎を持っていて源氏が行く時には必ずついて行って夜も昼も学問をするのも遊ぶのも一緒にしていた謙遜もせず敬意を表することも忘れるほどぴったりと仲良しになっていたさみだれがその日も朝から降っていた夕方天井役人の詰所もあまり人影がなく源氏の桐壺も平勢より静かな気がするときに火を近く灯していろいろな書物を見ているとその本を取り出した置き棚にあったそれぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を当の中将は見たがった無難なのを少しは見せてもいい見苦しいものがありますからと源氏は言っていた見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ平凡な女の手紙なら私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです特色のある手紙ですね
恨みを言っているとか、ある夕方に来て欲しそうに書いてくる手紙、そんなのを拝見できたら面白いだろうなと思うのです、と恨まれて、初めから本当に秘密な大事の手紙などは誰が盗んでいくか知れない棚などに置くわけもない、これはそれほどのものでないのであるから、源氏は見てよいと許した。中将は少しずつ読んでみて言う。いろんなものがありますね。自身の想像だけで誰とか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある。全然見当違いのことをそうであろうと深く追求したりするのもある。そんな時に源氏はおかしく思いながら、あまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。あなたこそ女の手紙はたくさん持っているでしょう。少し見せてほしいものだ。その後なら棚のを全部見せてもいい。あなたのご覧になる価値のあるものはないでしょうよ。こんなことから当の中将は女についての感想を言い出した。これならば完全だ。欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。ただ上っ面な感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利口らしい人は随分あるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすればきっと合格点に入るというものはなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって、他の人を軽蔑することのできる嫌味な女が多いんですよ。親がついていて大事にして真相に育ってるうちは、その人の片端だけを知って、男は自分の想像で十分補って恋をすることになるというようなこともあるのですね。顔が綺麗で娘らしく応用で、そして他に用がないのですから、そんな娘には一つぐらいの芸の上達が望めないこともありませんからね。それができると中に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、そんな時にそれは嘘だなどとこちらも空で断定することは不可能でしょう。真実だろうと思って結婚した後でだんだん穴が出てこないわけはありません。中将がこう言って短足した時に、そんなありきたりの結婚失敗者ではない源氏も何か心にうなずかれることがあるのか微笑していた。あなたが今言った一つくらいの芸ができるというほどの取り柄ね、それもできない人があるのだろうか。そんなところへは初めから誰も騙されていきませんよ。何も取り柄がないのと、すべて完全であるのとは同じほどに少ないものでしょう。上流に生まれた人は大事にされて欠点も目立たないで済みますから、その階級は別ですよ。中の階級の女によって初めて我々は
鮮やかな個性を見せてもらうことができるのだと思います。また、それから一段下の階級にはどんな女がいるのだか、まあ私にはあまり興味が持てない。こう言って杖を振りまく中将に、源氏はもう少しその観察を語らせたく思った。その階級の別はどんな風につけるのですか？上、中、下を何で決めるのですか？良い家柄でもその娘の父は不遇で、惨めな役人で貧しいのと、並々の身分から高官になり上がっていて、それが得意で贅沢な生活をして、初めからの貴族に負けない風でいる家の娘と、そんなのはどちらへ属させたらいいのだろう。こんな質問をしているところへ、様の神と当式部の城とが源氏の謹慎日を共にしようとして出てきた。風流男という名が通っているような人であったから、中将は喜んで様の神を問題の中に引き入れた。不謹慎な言葉もそれから多く出た。いくら出世しても元の家柄が家柄だから、世間の思惑だってやはり違う。また元はいいうちでも逆境に落ちて、何の昔の面影もないことになってみれば、貴族的な品のいいやり方で押し通せるものではないし、見苦しいことも人から見られるわけだから、それはどちらも中の品ですよ。頭領といって地方の政治ばかりに関係している連中の中にも、またいろいろ階級がありましてね、いわゆる中の品として恥ずかしくないのがありますよ。また高官の部類へやっと入れたくらいの家よりも、賛儀にならない市位の役人で、世間からも認められていて、元の家柄もよく、とんでのんきな生活のできているところなどは、かえって朗らかなものですよ。不足のない暮らしができるのですから、倹約もせず、そんな空気の家に育った娘に、軽蔑のできないものがたくさんあるでしょう。宮仕えをして、思いがけない幸福のもとを作ったりする例もいいのですよ。様の神がこう言う。それではまあ、何でも金持ちでなければならないんだね。と、源氏は笑っていた。